本作の主人公、本名は佐藤和真。元は日本の田舎に住む、ごく普通の高校生だったが、女の子を救うためにトラックに轢かれて異世界転生し、異世界ライフを始める少年。その前までは学校もろくに通っていない引きニットだった。異世界へ転生する人には、特典としてチート級装備または能力が一つだけ与えられるが、異世界へ持っていく、もの、お間違ったせいで波乱の幕開けをする。職業は最弱職の冒険者である。他のパーティーメンバーはアークプリースト、アークウィザード、クルセイダーという上級職だが、理由は知らないが、カズマ自身がカズマパーティーのリーダー役を務めている。外見。ごく普通の日本人少年。作中、メグミンやダクネスが、なんでこんな普通の男に惹かれるのか自問するシーンもよく出てくるので、客観的に見ると外見はほどほどであるらしい。このスマ！ある日、人気ネットゲームの初回限定版を購入するために珍しく外出した帰り道、トラックから女子高生をかばい、そのまま惹かれて死亡した、かと思いきや、トラックだと思っていたのは実際はトラクターであり、死因はトラックに惹かれたと勘違いして、漏らしながら病院に運ばれたことによるショック死であった。家族も急いできたが、死亡経緯を聞き、つい笑ってしまったとか。その後、若くして死んでしまった日本人の死後の案内を務めている女神アクアから、魔法とモンスター、魔王がある異世界へ、送ってやると提案される。特別に転生者にはチート級の装備や能力を持っていけるということだったが、女神とやらが、自分が死んだ様をからかったり、引きニットと言ったりと失態をバカにされたことにカズマは激怒。カズマはその仕返しのため、アクアを異世界特典と指名し、道連れにした。カズマは、晴れてアクアという特典を携え、ゲームみたいなドキドキワクワクの冒険を想像して転生したが、チート級の能力などがなければ、異世界の冒険者がただの土方に過ぎないことに気づく。転生特典として道連れにしたダメ神は、からかうだけのバカで使い物にならない。仲間を募集しても、やってくるのは魔法を打つたびに倒れる頭のおかしい爆裂娘と、攻撃が全く当たらないポンコツクルセイダーだけ。ダメ神を含め、こんなポンコツパーティーは組みたくなかったが、ただの土方により好みする贅沢などなく、いやおうなしにこの素晴らしいパーティーと一緒にカズマの異世界ライフが始まる。性格。基本的にはお人よしの善人。だが、パーティーメンバーのせいで数々の事件に巻き込まれ、パーティーメンバーの中では常識者ポジションだが、外から見ればカズマも十分変人である。チヤホヤされたいと思っているだけ。でもトラックに轢かれそうになった少女を救けようとしたところを見ると、基本的にお人よしのよう、土壇場にならなければ出てこないが、魔王幹部との戦いでの活躍を見ると、それなりに勇気もあるようだ。あだ名、カズマという本名よりも、カズマ、クズマ、ゲスマ、あるいは鬼畜カズマなどと呼ばれることが多い。ただし、実際には誇張や大げさな表現であり、カズマは不本意に思っている。能力値。意外にも多彩かつ万能型の能力値を持つ成長型キャラクターだ。というのも、このように成長した理由が、答えのない仲間たちと自分が引き起こした大小の事件を収集するうちに自然とそうなったからである。より厳密に言えば、引き起こした事件の種類も非常に多岐にわたるため、万能型でなければやっていけなかった。というのが正しいだろう。アクア以外の特典を受け取っていたら魔王も無難に倒せると、作者が明かすほど臨機応変の達人だ。戦闘無機チート受け取らなくても商人として大成し、快適に暮らしていただろうと言われている。カズマはそのステータスのほとんどが下位だが、平均以上の知能、敏捷性と最上級の運の数値を持っている。作中では、幸運の女神エリスに次いで運が最も高く、じゃんけんでエリスを除く誰にも負けたことがないほどだ。じゃんけんで負けたことねえから。弓を打っても矢が目標物に向かって曲がるほどで、まさに人間の中では運の頂点に立つ存在だ。作中で運は冒険者にはあまり役に立たない能力値として描かれており、商人にもっと適していると言われているが、意外にも大いに役立っている。非常に高い判断力、カズマの最高の能力。カズマのパーティーメンバーは能力が極端に偏った問題児ばかりで、カズマ自身も最弱体質なので答えが出ない状況だが、優れた指揮能力と判断力を活かし、現状を持っている主殺を最大限活用してクエストを解決していくのはもちろん、魔王軍幹部級の強敵も次々と倒すという驚くべき功績を挙げている。作戦に臨む前に全体的な計画を立て、役割を分担するのもカズマであり、作戦中にどこに飛ぶかわからないパーティーメンバーを落ち着かせ、適材適所に投入するのもカズマだ。特にメグミンの爆裂魔法はカズマパーティーにおける最高の攻撃手段であり、一日に一度しか使えないというピーキーなスキルだが、カズマは爆裂魔法を使うのに最適なタイミングをパーティーで最もよく把握しており、時にはこのタイミングを作るために自ら体を投げ出すこともある。強力なスキルや魔法を習得することはできないが、効果的な魔法を適切に使ったり、通常は使用しない初級魔法を組み合わせる優れた応用力を見せる。
オードではバニルの仮面のコンディションマックス効果で実力を発揮し、単身で宮廷警備隊と貢ぎ、クレア、ベインなどが組んだ防御陣を単身で破壊する活躍を見せた。作中の評価は、これほどの実力者がなぜ盗賊なんかをしているのか、という声が出るほどだ。スキル。アニメ版では、狙撃を使用するたびに無駄にかっこいい発音で使用する、矢に幸運の補正を加えて打つ技。運が悪ければ本来なら当たるはずのものも外れるという欠点がある。カズマの強運の影響で文字通り因果逆転レベルで敵を当てることができるため高い命中率を誇る。メイドインヘブン！何あれすごい！後で教えてもらおう。スティール、名前の通り相手のものを強奪するスキルで、クリスの言葉によれば完全にランダムであり、無意味なものを奪う場合がほとんどだが、カズマの場合は高い幸運の補正を受けて高効率のスキルとなった。ただし問題は、この強運が結びついたスキルにもかかわらず、スキルが奇妙に歪んでいるのか、主に奪うのは重要なアイテムではなく女性のパンティーである。